おはこんばんちは、上順チャンネル。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 おはこんばんちは。かわいそう。もうなんかね、恥ずかしい。上順チャンネルです。かわいそう。今日はね、どえらいとこへ来ました。ちょっと見て。たぶんわからんと思う。上順初。どんで？今出てきました。ああ、すごい。一歩前に。はい、一歩前に出てきました。1日1歩、2歩で3歩、3歩進んで2歩下がる。結局1歩しか行ってないよね。今日は宮島へやってきました。宮島桟橋ね。これから素敵なとこ、いろんなところ宮島の探検をしていきたいと思います。すごい修学旅行生、すごいよ。あんまり映さないようにね、こっち、ね、こっちからこう回っていきましょうか。まあね、こうやって行ってね、はい、まあ、こんな感じ。5年ぶりに来たけどね、やっぱ雰囲気ガラッと変わってるのはあのフェリー乗り場だけでして、実際来たらこう静かな感じでいいじゃないでしょうか。こう人気人気。あ、さあ、いろんなねイートインができるのがまた宮島の魅力的なところなんですけれども、そうそう、ま、早速厳島神社先行ってからやで、イスタちゃん。さあ、遊ぶとこ、修学旅行生が買うとこ行きたいです。あんた入れんわ、いくらなんでも。いくらあんたは入れん、あんたは入れんよ。あんたいくらなんでも食べたくない、うん、食べたかった。無視されて無理や、あんた穴子飯なんか食べれんね。かわいいな、やっぱり。シカまだ食べる。シカがまたまたシカがいい匂いするから。いい匂いするも、でもママはいいよ、宮島の。あ、ちょっと見た。あら、見っと見っとる、見っとる。ガンミある、シカガンミ、うん、なんかこう海よ、海ね。5年ぶりに瀬戸内海に浮かぶ宮島へ到着しました。さすが日本三景の一つに数えられているだけに街並みが風情たっぷりでしたね。まあ、あの非常に旅行に来たと改めて感じるほど景色絶景でした。でまたね、古くから神聖な地としてこう拝められてきた宮島は世界遺産厳島神社で有名なんですが、まあ、もうすぐ目の前なのでとてもワクワクします。瀬戸内海の波の音だけがねちょっと聞こえる浜辺を今歩いているんですけれども、まあその神様の使いである神鹿と言われているんですって、この辺の鹿のことをね。非常に人懐っこくってあのクスッと笑わせてくれるんですよね。非常に人慣れした鹿たちなんですよ。非常に温かく私たち観光客を迎えてくれているのよ。まあ、こういった風景も楽しめるのも宮島の魅力の一つかもしれません。めっちゃ良かったです。あ、これ揚げてるやつや。なにこれ、宮島ビール、わーお。直営レストラン、あ、作ってる作ってる。こんなんできてるやん、スターバックスできてるよ。あ、イサちゃん何もせんからええよ、この人よー。バイバイ。何年ね、せっかくわざわざ来たんですけど、工事中やったよ。ちょっと辛いところやけど、あ、でもね、逆に前回来た時は厳島神社工事中だったんですけど、今日は今回は綺麗に見れそうです。景色最高。あ、いさ、そこで写真撮ろうかな、お母さんも。そこのお嬢さんナンパしてみました。爆発しすぎです、頭が。
残念ですこ厳島神社は大丈夫でしたけど、ちょっと見てもらおうか。めっちゃ綺麗よ、ここは綺麗。こう行く？落ちたら怖いよ。こうですね、はい。そこはめちゃくちゃ綺麗です。前回工事中だったんですけれども、逆に鳥居の方が工事中なんでちょっと残念なんですけどね。ちょっと私髪の毛すごくどんどん爆発してるもん。これから参拝行ってこようと思ってます。いよいよちょっと、うん、ミサ取ったって。取ったらえらしいよ。あら嬉しいよ。じゃあお母さんもやってみよう。お母さんもちょっと重たいからこれですの。いい？こんなんじゃない。こうやってこんなんじゃない。こんなんじゃない。お母さん、お母さん。やり方が違うね。左。あ、そういうやり方なの。この厳島神社は2020年ネトラボ調査隊であなたの好きな日本の世界遺産ランキングの第2位に選ばれています。まあ、ちなみにやはりね第1位は富士山でした。でもねびっくりすることに第3位は姫路城だったんですよね。だからその中の2位というのはすごいと思います。で私自身も個人的にこの厳島神社からですね瀬戸内海を見る景色、非常に私日本の中でも一番私は大好きで綺麗やなと思うんですよ。ただね今回残念なことに今回瀬戸内海にこう凛と立つ赤い朱の色のね大鳥居が改修工事だったんですよ。まあちょっとねめちゃくちゃこれは非常にいい景色をね、娘にね見せてあげたかったのはちょっと残念だったんだけれども、それでも美しい厳島神社、今回私自身が2度目だけどやっぱり綺麗だったね。まあ、そもそもこの厳島神社なんですが潮の満ち引きのある場所になんでわざわざ建てられたのかというやっぱ疑問が生じる神社の一つなんですが、毎度毎度ね水害で崩壊されているからなんでこんなとこで建てたんやろうと思っていたんですけど、なんかちゃんと意味があってのことなんだって。でその理由は宮島全体が神と称えられていたために、神社を建てるために木切ったりとかさ土削ったりすることで御神体を傷つけるのではないかと考えられた結果、潮の満ち引きである場所に作られたと言われています。まあ海の上だったら大丈夫だろうということでしょうね。そして今も昔も変わらず厳島神社の人気というのは古代から変わらずでして、瀬戸内海の安全を祈願する参拝者がその古代の時代でも多く訪れていたということなんですよ。ほんでもって平安時代後期はそう平清盛が深く信仰していたことから神社の名前は広く知られるようになったそうで、日々の平和祈願を願うために厳島参りというのが盛んになっていたというわけなんです。江戸時代には伊勢巡り四国遍路と並んで、まあ西国の民衆の代表的な、まあ、参拝地として流行ったわけですよ。伊勢もそうやけど伊勢参拝もすごいけどね、厳島神社の私はお正月の初詣も縁起がある気がします。この景色古代の人も現代の人も感動させているわけですよ。なんかすごくそれが神秘的でしたね。すごく綺麗だったんですけれども、この映像が1000年以上前の方も見てうっとりしていると思うとまた非常にうわロマンを感じましたね。めちゃくちゃ綺麗。
アイスあたりや。この橋は朝廷からの天皇皇帝王などの使いがですね、参拝するときにこの橋を渡って本当に本殿に向かったと本当に言われているそうです。特に海が荒れているときなんです。まあ、もちろんこのままの状態では滑り台ですので渡るときはできないそうです。渡るときは仮設の階段を設置していたと言われているそうです。まあ、ほんまは、水がな、川があった方がええけどな、いつも来た時はな、これ引いていってんねんな。なんかすごいよ。前回もそうや。なんか私、嘘で、もうなんとか松場所やったっけな。松尾場所。そう、松尾場所。あと小林さんな。なみんな。さーてと。下行きたい。下行ってみる？おお。景色綺麗やったなぁ。何回見てもいいわ。はい、めっちゃ綺麗やったね。飛べんよ。な、降りてみる。な、そこから降りれる。せっかくなんで鳥居の場所行ってみたいと思います。非常にね、宮島見どころが多くて、ちょっと動画が長すぎて一旦前編として厳島神社のみを紹介しました。後半この後豊国神社のロフォーもございますので、後半次回お楽しみに。以上、上旬チャンネルでした。